こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。今日は、飲食業は儲からない。本当に儲かんないのかと。実は儲かるんじゃないか。そんなひどくはないんじゃないかというようなね、えー、コメントがよくつくんですけど、まあ、かなり具体的なコメントを、えー、つけた方がいて、ちょっとやり取りしたんでね、食費を500万ぐらい、家、ね、の前で夫婦で頑張ってる小さい居酒屋、 毎月の売り上げは100万から200万ぐらいと。それどれぐらい儲かるのか、あるいは儲かってないのか。それについて、ちょうど飲食のコンサルタントの方が数字を上げててね、この方は仙台で唐揚げ屋さん、一歩というところやっててねで、繁盛店の集客法と成長法則というブログを書いてます。この中にちょうど100万円でどれぐらい儲かるか。 ね、月100万売り上げるお店の儲けを計算してみようというね、えー、ちょうどいい記事があったんで、まあ、それを解説しつつ、ね、飲食業、本当に儲かんないのか、なんで私が、えー、Amazon 輸出を進めているのか、まあ、それについて解説したいと思います。まず100万売り上げる個人の居酒屋をあなたが始めたとしますと、ねまあ、この場合、原価33万円、ねえー、33%原価というのが、 一般的ただ今伸びてる店は原価率が38%というデータもあるそうですでじゃあこれ、ね、100万円で33万円で67万円儲かるじゃんというふうにね、えー、考えてしまいがちなんですけど、まあ、実はそんな甘いもんでもないと、ねえー、当然お店がありますので家賃もかかりますしもろもろのお金もかかりますでちなみにこの方は ね、100万円払って、えー、順調に行っても、大体手元に残るのは5万円だと。ねあのー、人にやらせた場合ですけど、まあ、5万円だというふうなお話で、そんなわけないだろうと。もっと儲かるはずだっていう反応してくる人が多いそうです。そんなんで、まあ、単純な足し算をしてみると、まあ、わかると。ねまあ、逆に儲かるかどうかって相談しに来る人って、飲食業を始めようとする人ってね、 この辺の足し算もせずに来るのかというのがね、ある意味驚きですし、まあだからこそ飲食業開いちゃう人がいるんだなという気がするんですけど、まあもとい、ね、100万円売り上げて原価率が33万円だった場合の店の、まあ、原価はこうなりますと。100-33、67万円、ね。これがまず粗利益です。ただ、粗利益の中から出てくるのがテナント代、家賃ですね。で、この粗利益だと最大12万までしか払えないと。 だから12万の家賃を払ってる場所で100万円の売り上げを上げる店舗を見つけると。これ実はね、かなり難しい話ですけど、まあ、えー、そういう話をしていくと話が進まないんでね、まあ、普通に順調にいたとして12万円で、えー、100万円売り上げたという形で家賃が12万。で人件費、自分で働け自分の給料、これは30万。で水道光熱費、その他、諸費用、えー、12万。 これ、あらりから考えて12万までしかかけられないと。で、反則費、ね、新規顧客局集得に3万円程度はかけたいと。で、以上を足すと12、12万足す30万足す12万足す3万円で57万円と。ただ、実際は、週末だけね、ヘルプスタッフを入れたり、予定しなかったり、出があったりということで、5万円ぐらいは余計に見ておくべきだと。いうことで、57足す62万ということは、 100万円売り上げて、原価率33%、67万あったんですけど、62万引いたらね、えー、もう5万円しか残らないと。うまくいって5万円しか残らないというのが、えー、飲食業の実態です。でこれをね、まあ、私は別に、飲食業に恨みがあるわけでも何でもなく、まあ、むしろ食べ歩き大好きですからね。 いい飲食店はたくさんできてほしい、あるいは潰れないでほしいんですけど、ただ現実問題として、やっぱり飲食店はね、どう数乗を追いかけても儲からないと。さっきの金額をそのまままた解説してきます。67万円、100万円から33万円引いて67万円がソ利益と。で、この67万円のソ利益から出てくるのが、家賃と光熱費と反則費。これは 必ず、えー、出ていきます、ねえー。十分な客もいないので、反則やめちゃったらもうね、えー、客増えなかったらその時点で自利品で終わりですから、売り上げ上がってなくても,も、これ固定費として出てくると。つまり、毎月27万円プラス、えー、原価、ね。売れてないからね、客が来てから買い出しに行くなんてできるわけないんで、客が来ようが来まいが原価かかります。だからね、えー、毎月60万円は原価かかると。 で、人件費。これ人件費がくもんでね、まあ自分で働きゃね、えー、まあ目いっぱい真剣にやるんでしょうけど、ただ30万円でね、えー、きちんとこの経費だの集客だのね、えー、顧客を満足度を上げてリピートするということを気を使う人雇えるかといったら、まあこれかなり厳しいねと。結局自分で働かなきゃいけない。ね、でそう考えると、固定費を、えー 出続けるのかどれぐらいの期間が固定費出てくるかってことがあります。さっきのね、この、えー、5万円残る、あるいはね、自分で働いてるんで人件費が入るんでね、えー、30万円が儲かったと考えても35万円を得るために、えー、もう休めない、病気にもなれない、えー、もちろん旅行なんて夢のまで夢という生活を送って、えー、やっとこすとこ、順調にいって35万円。しかもこれ、 初めに回転資金かかりますんでね、まあ、安く収めて、さっきのね、えー、相談事例のように、500万だったとしても、500万かかる。でも、500万の回転資金って、かなりね、最低の最低ラインなんで、まあ、この初めの回転資金を、けちればけちるほど、集客やら、なんやら厳しい店が出来上がると。 でしかも500万かけて店がオープンしたらね、その月から一気に100万円売り上げるなんていうのはちょっとありえないんで、まあ、リピーターがついてお客さんが軌道につく、ね、半年ぐらいは、毎月固定費の27万円、あるいは原価を出した60万円、この間の費用は出てくるわけです。でまあ、正直、真剣にやって半年間やってね、100万円到達しないと。 言った場合は95万円の売り上げでもね利益出ないわけですから、まあ、そう考えるともうこの500万かけたけどね、えー、目論み崩れてダメだったとなる可能性が非常に高いそして、ねえー、才能があったか運が良かったか、えー、努力がうまく身を結んだか、ね、順調に100万円売り上げたとしてもまあ、証券 あるいはね、えー、飲食のライバルっていうのは多いんで、それを考えるとね、売り上げがこれ100万円を大きく超える可能性はほぼゼロと、ね。投下資金も結構大きいですよね。500万かけて、で大変な思いをする。もう休みも取れない。ね、えー、なのに、大儲けできる可能性は低いと。まあ、ハイリスク、ローリターン。これを、まあ、飲食店は儲からないという話をしてるわけです。でね。 も、まあ、儲からない3つの理由なんですけど、ま点、あのためにまず多額の投資、投下資金が必要と。この投下資金がなかったり、ね、屋台を引くとか、そういうね、えー、昔できたみたいなことができるんだったら、まあ、儲かる場所を見つけるまでやり続けるとかすればいいんですけど、これ投下資金はじめに500万、あるいはね、場所によっては3000万、もしかしたら5000万ぐらいかけてやるわけですから、まあ、とりあえず、 10店舗、ね、10回やってみて、1回うまくいけばそれでいいやというわけにいかないです。一発勝負で失敗したらそれで終了という形になっちゃいます。これが一番儲からない大きな理由ですね。あの、初めからビジネス、うまくいくわけがない、うまくいかないのが普通なんで、儲かるやり方を見つける、儲かる場所を見つけるまでトライしなきゃいけないんですけど、飲食業の場合、初めの投下資金がでかいんで、何度もトライができないと。 いいうのがね一番大きい、えー、選んだ場所が悪いのにその場所で頑張るしかないと。ね、もうこれはどう考えても負け戦のパターンです。それと固定費用がかかると。ね、たまたまね、えー、すごい天候不順だったとか、あるいはね、えー、まあ牛丼屋開く人はあまりいないでしょうけど、牛,牛丼屋開いたらね、居牛病騒ぎで牛丼全く売れないとか、そういうイベントがあろうと何しようと固定費用が毎月かかる。 それを乗り越えて、まあ、えー、やったとしても、手間のかかる仕事を任される人材の確保は難しい。ね、だから、一旦始めると休むことは許されない。ねまあ、そういう事情があるんで、まあ、繁盛してるように見える店ですらね、後継ぎが見つからず廃業というのよくありますけど、これ別にね、えー、後継ぎがいないっていうのは、まあ、言い方ですけど、まあ、儲かんない、大変なのを見てるからね、わざわざ後を継ぎたくないというのがね、えー、実際、 え本音の部分じゃないかなと、飲食業の、えー、廃業についてはね、えー、そういうふうに思います。これは飲食業、儲からない。この数字を見てもね、いや、それで十分だという人はあんまりいないと思うんですけど、まあ、実態はこんなもんです。で、私が Amazon オーストラリアを使って、ビジネスを進める3つの理由、ね、まず、投下資金がいらないと、固定費用もかかりません。 で手間のかかる作業はアマゾンがやってくれるので、マイペースで取り組めます。これはもう元々あるアマゾンという仕組みを作るんでね、えーまあ、そこで商品を出すだけなんでね、えー、家賃いりません。ね、それからね、あの販売のための棚を確保する保証金、そんなのもいりません。えー、ただ、始めたけは始めて商品を入れればいいだけ。こと費用もかかんないです。アマゾンの、オーストラリアアマゾンの月額回避がね、えー、50ドル以上か 弱かかりますけど、約4000円いくら、まあ多めに100円としてみても5000円です。月々5000円かかるだけ。しかも、手間のかかる、まあ通常通販やるとね、手間のかかる、その梱包だの発送だの入金確認だのクレーム処理、そういうの全部 Amazon がやってくれますんで、まあ、体調崩してね、1週間休んじゃったとか、あるいは旅行にね、1週間どっかに行ったということをやっても全く問題ないです。その、 オーストラリアアマゾンのをやった場合の、まあ、えー、利益、まあ、先ほどと同じように、まあ、とりあえず100万円で考えると、原価率33%で考えると、えー、67万円が粗利益と。で、この中から出ていく固定費、5000円、これだけです。で、水道光熱費、これはかかりません。もともとね、持ってるパソコンとか家につながってるインターネットであるんで、かかりません。で、反則費もかからないです。で、当然そういう形なんでね、 あのマイペースでできるんでヘルプスタッフを入れる必要なんかありません。で、予定してなかったら出費が出ることもありません。かかるのは、えー、儲かる商品が見つかったときに商品を納品する送料と、売れたときにかかるアマゾンの手数料、まあ、これを、えー、同じく33%見たとしても、えー、合計で66万円。100万円を売り上げて残るのは34万円。でしかも 月額5000円の回避がかかるだけなんで、まあ、もかる商品が見つかるまで、ね、自分のお金の余裕資金の中で、えー、もんかる商品が見つかるまで、商品をただ送り続けるだけで、えー、自分の好きなだけ儲けられると。で、オーストラリアアマゾンは、3年後には日本アマゾンの7倍の市場になります。これはオーストラリアの経済研究所の予測でね、オーストラリア第6位の小売業者になると。 かなり保守的な予想なんで、まあ、ほぼクリアする予想でしょう。まあ、そうなると、日本アマゾン、今1兆円ちょっとなんでね、日本アマゾン7倍の市場になります。で現在、日本アマゾンで月額1000万以上販売している販売者はゴロゴロいます。そうすると、わずか5000円で自分が目標とする利益が得られるまで商品を探すだけで、この利益が得られると。まあ、全然この 何ですかね投下資金と大変さと得られる、えー、利益のバランスが肩、えー、や、ね、飲食業はハイリスクローリターンアマゾンはローリスクというかほぼノーリスクでハイリターンが望めるということでねまあ儲かる商売を探してるんであれば、ね、何か足し、えー、になるような老後の足しになるようなあるいはずっと働けるような仕事あるいは日本でもうけたいということをやるんであればもう 今、現時点でね、何やったらいいかなっていうレベルの人が取り組む、取り組んで賞賛があるのは、もうオーストラリアアマゾン輸出一択だろうというふうに思います。そのオーストラリアアマゾン輸出、まあ、どうすればね、稼げるか、まあ、どんなふうに始めるか、まあ、どんな、えー、注意点が必要か、どういう商品が儲かるか、そういった情報を無料で公開してますんで、こちらの無料メールマガに登録するをクリックして、メールアドレスとお名前を入力して確認画面に進む。 クリックしてね、えー、無料メールセミナーに登録してください。飲食業は、もんからない。率が悪いです。ハイリスク、ローリターン。オーストラーアマゾン輸出、えー、率がいいです、えー。ノーリスク、ハイリターンが得られます。まあ、私は、まあ、ほぼそうだったんですけど、飲食業、ねえー、飲食店やりたいな、シェフになりたいなと思ってやりましたけど、あまりの仕事のきつさと,きつさとね、給料の安さに、自分には無理だなと。 というか、そもそも、作ってね、喜ばれるより、美味しいもの食べて、えー、美味しいなって言ってる方が好きだなということでね、飲食業、えー、飲食料理人になるのは、もうすっぱりきっぱり諦めて、今、アマゾン室で儲けたお金で食べ歩いてます。そんなわけで、まずは、このアマゾン室メールセミナーを、えー、登録してください。以上、アマゾン室サポーター、堀秀夫でした。